はいどうも、安井です、えー。今日はですね、原宿にある肉の森っていうお店に行っていたんですけど、ここ何屋さんだと思いますまあこの虎がヒントなんですけど、なんか加えてますよね。で、店内がこんな感じで石引いて網乗ってるんですけど、で、これでね、ついててくるのはこのスープなんですけど、これ一瞬スープやと思わなくて、すっごい小さいコップに入っててもう一瞬なくなったんですけど、まあ美味しかったんですよね、これも。で、店内こんな感じで、まあ出来立てほやほやのお店ですごい綺麗なんですけど、 ここがですね、これなんですよ、売りが。はい。こちら。このハンバーグなんですよね、これ。すごくないですかビジュアル。このご飯の上に乗ってるっていうのがまたいいですよね。いい味だしとって。で、すごい見た目から肉肉しい感じで。なんか他のハンバーグ屋さんとかに比べてもすごいね、なんか肉感が見た目からすごいわかるんですけど。で、あと肉汁もすごいんですよ、ほら。これすごくないですかなんか、夏場の あれみたいな感じですよね。僕と一緒ですよね。僕も夏場はね、こんぐらい汗だくになってるんでね。それと一緒ぐらい、もうなんか溢れ返ってません、ね。肉汁が。で、中がこれなんですよ。すごいレアなんですよね。このピンクっぽいっていうか。なかなかこんなレアなハンバーグなくないですかしかも外側結構焼かれてるんですよ。中がすごいでもレアなんですよ。ほら。こんな感じで。僕結構生肉とか好きなんで、 結構その生っぽい、生っぽいというか、生肉好きな方は結構好きなんじゃないかなっていう感じですね。で、ここが定食になってて、僕が頼んだからなんかあの肉の盛りセットみたいな、を頼んで、それがハンバーグ2個ついてくるんですよ。で、これが1個目ですね。1個目はこんな感じでご飯の上に乗って、これ塩コショウで食うんですよ。すごい、だから肉の感じ、肉の味がすごいシンプルに味わえてすごく美味しかったですね。で、これ手合わせなんですけど、右が、 じゃがいもの炒め物で左がカブのなんか煮個のだやつかなこれもすごい美味しかったですでこれが2つ目のハンバーグですね2つ目がねあの八丁味噌とデミグラスソースのあのソース <laughs> あの八丁味噌とデミグラスソースを合わせたソースとであとこの上に乗ってこれチーズなんですよなんかカマンベールチーズじゃないなチーズ乗っててそのハンバーグになるんですけどこれもすごい美味しかったですね あの、八丁味噌とデミガソースがすごい美味しくて。で、このチーズもすごい濃厚でめちゃくちゃ美味しかったですね。